独占。俺も強くなる。すぐに追い越すぞ。完璧も理不尽も応える義務がどこにある。これを使うのは胸クソ悪いけどな。うっ、飛べ！ちょっとムカついちゃった。残念ですが、ここからは時間外労働です。どうやら俺たちは親友のようだな。大丈夫、僕最強だから。先輩たち元気してっかな。二人揃って心霊スポットで遭難してねえといいけど。余暇の過ごし方、自主練か読書。つまらない答えで悪かったな。さすがに毎日バカみたいに投げられてりゃ嫌でも受け身取れるようになるわね。ちっ、サトルはまた遅刻か。時間通り来るってこと知らねえのか、あのバカ。鮭、腕とか多少ちぎれても問題ないぞ。っていうか反転術式とかじゃ治らんし。席を外すぞ。高田ちゃんがゲストの番組が始まるからな。私はいずれ鴨家の当主となる。そのために私は可愛くあるのも強くあるのも女の術師には必須なの。全員家、本当にろくでもない家よ。関わらないで済むに越したことはないわ。
一筋の光すら入らん。暗く狭い空間。俺の体はそこから動くことも許されん。私の家は貧乏で弟も二人います。とにかくお金をたくさん稼ぎたいんです。近頃の生徒は生きがいいね。将来が楽しみだよ。サービス残業はしない主義ですので、ちゃんと定時に上がらせてもらいますよ。できればみんなには怪我なんてしてほしくないさ。私の仕事が増えるからな。気づきを与えるのも教師の務めだ。この業界は基本人手不足ですからね。補助監督やマダムも休んでいられません。負の感情から生まれた我らこそ真の人間なのだ。偽物には消えてもらう。花や木が泣いている。そんな世界を許すわけにはいかないのです。教師っていう人種は社会を知らないんだ。だから平気で見て見ぬふりもできるんだろ。ヤンキーじゃねえって。元ヤンだ。私はもう足洗ってんだよ。呪術師にもルールがあるというのに、それを理解してない人が多すぎる。